改正池田先生反対ということでお集まりいただきました。もう本当に懐かしいなと思うんですが、この聖地はこのコロナが始まった2020年の夏ですか、大橋先生とこの地でやはりマイクを握ったことをつい一昨日のことのように思い出しましたが、その時にいらした方おられる、何人か、ありがとうございます。まあ、今憲法改正ということで大きな議論が起こっているわけです。しかし私たちは歴史に学ぶと憲法改正をするときに何が一番大事かということを学んできました。それは憲法を改正する環境が整っているか否かです。そうだ、戦後のどさくさに紛れて制定されたものが本当に正しい私たちの憲法なのかということは憲法学者も議論の俎上に乗せているくらいだ。そうだ、まずそこのところの一歩を考えてみる必要がある。思い起こせば2020年4月10日世界でこの国の首相の中では最も世界に対して信頼の厚かった安倍首相が4月の10日にこのコロナのことを称して今第3次大戦中だというようなニュアンスの話をしています。すでにその時に同日4月の10日にアメリカではロバート・ケネディ・ジュニアがホワイトハウスに同様にいかに WHO が異常な組織であるのか、今回行われているコロナはプランデミックだ、そうだ、明確に発言しているわけだ。それだけじゃない、アフリカでは安倍首相と同じようなことをお話しした大統領が端から7人も殺されてる、うん、この国にあっても誰が後ろから撃たれて、後ろから撃って前から弾が入って誰が死ぬかよという、物理的にどう考えても理解できない。奈良県警もね、奈良医大も全くおかしい病理解剖の状態だというのにもかかわらず、マスコミは見てくれ、こんな異常なことを追及しようと全くしていない。こんな状況の異常な情報統制のされた中で憲法改正なんてちゃんちゃら回せるんだ。ありえないことが起こっている。いいですか、もうすでにコロナの茶番ですが海外では大騒ぎになっている。ご存知の通り日本だけでこんなことやってるの、そもそもなぜ安倍首相があのような惨殺をされたにもかかわらず何の情報も追っていかないのか、今こんな低たらくな状態になってしまっているのか。政治の実態は翻って2006年、すでに外資からの献金を受任してきた。2006年以前は外資の寄付は禁止されていた、一切1円たりとも発表してみない。会見草案、しかしボツになって廃案になってます。大丈夫、廃案になった嘘の会見草案を拡散して、そしてこの憲法改正に対する日本人の恐怖と不安を煽り、しっかりと握っていきながら前に進んでいかなければならないというような状態にあるわけだ。2006年に献金が解禁されて以降、今四季法を見てください。すべて日本の会社という会社、すべてでしょ、日本マスタートラスト、
そして日本カストディに全てが占有されて今日来ている。だからテレビも報道も全ての会社も口をつげて、外資に私たちは血と汗と涙でいいですか、稼いできたお金をかすめ取られているというような状態になっているわけです。なってるわけです。これは許してはならない、こういうわけなんだ。そもそもですよ、ユナイテッドネーション国連というふうに名前を付けるのがそもそもおかしい。連合国は戦後、ですよ、日本、ドイツ、イタリアを統治するためにですよ、国連と言わせ、ここに統治するようなこう形がずっと広がってきている。その勝者が国連憲章、のですよ、驚くことに53条、77条、107条、107条、それは日本が、ですよ、威嚇するような状況に立ったというだけで、どこの国であれ私たちの国を攻撃できる、それが違法ではない。この敵国条項が、あるということが最も大きな私たちの足かせにもなっている、世界中からの足かせにもなっているわけです。こんな環境下で憲法を改正するとかなんとか言ってる場合じゃない。しかも、ですよ、しかももう憲法改正とか、ね、パンデミック条約反対とか IHR の一部改正反対とか言ってる場合じゃない。自治法が簡単に3月の国会、通常国会に出て改正され、私たちは羊のように権力者に従わなければならないというような状況にすでに陥ってるんです。そうだ、大変な危機感の中、私たちは今自分の仕事も趣味も何もかも置いてここに参集してるというわけだ。そうだ、何としても憲法改正とかこんなバカなことやらせない。そして私たちの自由と安心と平和をこれから幾度も継続させるがために、皆と共に立ち上がっていきたい。永遠王で締めるぞ。3、はい、永遠王。お疲れ様でした。